パリオリンピック2024のビーチバレーボール競技で女子日本代表の長谷川明子、NTT コムウェア、石井美希、湘南リガッソビーチバレーボールクラブ、グミが、7月30日、火曜日、に予選リーグ第2戦を迎えオランダのカティアスタムライサスホーン組と対戦し、0-2 で敗れた。長谷川、石井組は世界ランク4位、オランダのカティアスタムライサスホーン組に挑んだ。第1セットは 2-1 から5連続失点でリードされると、中盤にも連続失点があり大きく離された。その後、徐々に点差を詰めたものの追いつけず、セットを落とした。第2セットは序盤に 1-7 と先行を許し主導権を握られる。徐々にサイドアウトの取り合いに持ち込むが、序盤のリードが響きセットを落とした。